北海道町赤レンガ前郵便局は、北海道札幌市中央区にある、郵便局。民営化前の分類では、無収配特定郵便局であった。住所、郵便番号 060-0002E 北海道、札幌市中央区北二条西四丁目三日本、郵政グループ、札幌ビル、北海道郵政局庁舎1階に設置されている。 入居する建物は2007年10月1日の民営化後、郵便局株式会社が、日本郵政グループ、札幌ビルとして所有、東郵便局の、他日本郵便株式会社北海道支社、郵貯銀行北海道エリア本部、同地域センター、札幌支店、日本郵政株式会社北海道ファシリティセンター、ポスタルローソン道庁赤レンガ前店が入居している。なお、 関東生命保険札幌支店は、大通東2丁目の旧札幌簡易保険ビルに、所在する。局名は、赤レンガ作りの歴史的建造物として知られる、北海道庁旧本庁舎近隣であることにちなんだ、もので、現北海道庁舎もよりの郵便局ではない。北海道庁赤レンガ前郵便局が入居する、日本郵政グループ、札幌ビル分出時代の遠隔については、 札幌中央郵便局遠隔も参照のこと、ありがとうございます。